東洋美術史。東洋美術史は、東洋における美術の歴史である。対象となるのは次のような国々である。東洋美術は、広い範囲の文化や宗教の影響を受けてきた。協調すべきは、アジアの多様な文化を包含する形で美術の歴史があることである。東洋美術史は、西洋美術史と並行に、そして数世紀早く発展してきた。イスラム美術、インド美術、 中国美術、日本美術は西洋に大きな影響を与えてきたが、またその逆も言える。仏教美術はインドアタイクにおいて、紀元前を6世紀の釈尊の生涯から何世紀にも渡って発展してきた。仏教の信者が各地に広がるにつれ、仏教美術も広がっていった。その広がりは、中央アジアから東アジアに広がった北ルートと、 南アジアに広がった南ルートがある。本家のインドにおいては、仏教美術は10世紀頃に仏教が、ヒンズー教やイスラム教の影響で衰退すまでは、大いに発展し、の発展に寄与してきた。マンダラというのは修行者がその精神的訓練のために、使用される道具であり、それにより神聖な空間を作り出しトランス状態に入るために用いられ、美術品としての価値も高い。 また、仏教美術の中心とも言える仏像は、仏教の初期においては偶像化が禁止されていたが、後世においてギリシャ文明に出会って生まれたと言われる、いわゆるガンダーラ美術である。その開始時期は、パルティア知世の紀元前50年、紀元75年とされ、クシャーノ朝知世の1世紀から5世紀に、その流星を極めた。インドネシアの芸術と文化は、 先住民の慣習と外国の影響との長い、相互作用によって形作られてきた。インドネシアは、極東と中東との古くからのの中心にあり、多くの文化的実践において、ヒンドゥー教、仏教、儒教、イスラームなど多くのの影響を強く受けてきた、主要な交易都市では特に。それゆえに、元の先住民の文化とは大いに異なる文化が、複雑に混ざり合っている。 インドネシアは、青銅器時代と鉄器時代が長かったが、芸術形式は特に8世紀から10世紀にかけて、単独の芸術作品としても、寺院に取り入れられたものとしても栄えた。代表的なものは、ジャワ島中部にある、ボロブドゥル寺院のレディーフ彫刻である。3キロメートル余りの精妙な浮き彫りは、釈迦の生涯を物語り、その教えを説いている。寺院には、 元は504体のフツの座像が存在していた。この遺跡はジャワチューブの他のものと同じくインドからの明らかな影響を示している。インドネシアは絵画では一般的に知られていないが緻密で表現豊かなバリの絵画は別で多くは自然の光景や伝統舞踊からの主題を表現している。他の例外はクニャの壁画のデザインで オーストロネシア文化でよく見られるものと同様に木製シダや木に犬、最腸の仲間、人の形などの地域特有の自然のモチーフをもとにしている。これらは東カリマンタンのアポカヤン地域のクニャーダヤクノで壁が装飾されているのが今でも見られる。カリグラフィーの多くはクルアーンに基づいており、イスラームが自然描写を禁じているので装飾としてよく用いられる。 一部の外国人の画家もインドネシアに定住してきた。現代のインドネシアの画家は、幅広い様式と画題を用いている。カンボジアの芸術と文化には、数世紀に遡る、豊かで多様な歴史があり、インドの影響を強く受けてきた。次にカンボジアは、タイ、ラオスと、大いに影響を与えあった。カンボジアの長い歴史を通じて、主要なインスピレーションの源は宗教であった。 ほぼ2000年にわたってカンボジアは先住民のアニミズム的信仰とインドの宗教である仏教、ヒンドゥー教の集合からクメール独自の信仰を育んできた。言語や芸術などのインドの文化と文明は西暦1世紀頃には東南アジアの本土に及んだ。会場の商人がインドの習慣と文化をタイランド湾沿いと太平洋沿岸の港に 持ち込んだと一般に信じられてる、チャイナとの交易の一方で、最初にこれを受けた国が不難国だった。あらゆる時代でカンボジア文化は、ジャワ、中華、ラオス、タイの各文化からも要素を吸収した。農歴史は古代の工芸にまで世紀を遡り、クメール美術はアンコール期に頂点に達した。伝統的なカンボジアの美術と工芸には、 布地、織物、銀細工、石彫り、漆器、陶器、ワットの壁画、タコ作りなどがある。1940年代までには、現代美術の伝統が始まったが、20世紀の後半に、伝統芸術も、現代美術もいくつかの理由、クメールルージュによる芸術家の殺害なにより衰えた。カンボジアは、政府、NGO、外国人観光客の支援が増え、近年は、 芸術の復興を遂げてきている。は、今のカンボジアの元となる領域を収めた、クメール王朝の一朝国のことを言うが、今より大きくて、九世紀から十三世紀にかくけての王朝である。最も著名な例は、その中心地であったアンコール遺跡で見られる。七世紀には、クメール彫刻は、ヒンドゥー教の影響、グプター最前の仏像とパラバ朝のヒンドゥーの心臓。 から離れ始める。そして、様式の絶え間ない進歩を経て独創性を発展させるようになり、十世紀が完全で決定的な時期だと考えられている。クメール彫刻で見られる神々は、インドの二大宗教、仏教とヒンドゥー教のものである。タイの芸術とは、伝統的に第一に仏教と王室の美術だった。彫刻はほぼ仏像のみである一方、絵画は、 本の挿絵、建物、主に宮殿や寺院の装飾に限られていた。各時代におけるタイの仏像には多くの独特な様式がある。現代のタイ美術は伝統的なタイの要素を技法と組み合わせている。伝統的なタイの絵画は遠近法のない二次元で題材を示していた。遠近法は西洋の影響を受けた19世紀半ばに導入された。 最もよくある物語の画題は、ジャータカ物語、ブッダの生涯での出来事、仏教の極楽と、地獄、日常生活の場面である。スコータイ時代は14世紀のスコータイ王朝に始まった。スコータイ仏は優雅で、しなやかな体とおもな長で、卵型の顔をしている。この様式は、解剖学的な詳細を省くことで仏ツの精神的な側面を強調した。 この効果は、彫像よりは、鋳造の方で高められるようになった。この時代からは、輸行物の姿も見られる。スコータイからは、倉庫録様式による大量の上薬かけされた陶器も生み出され、東南アジア中で取引された。ベトナムの芸術は、東南アジア地域の文化のうち最古のものの一つである。豊かな芸術的遺産は、戦士時代に始まり、絹へ、 彫刻、陶磁器、木版釣り、建築、音楽、舞踊、演劇などがある。伝統的なはベトナムで、またはベトナム人芸術家によりなされた美術であり、成功ななどの古代のものから北属季語の美術までである。北属季語のものは、道教や儒教などの中国思想よりもその仏教美術に強く影響を受けた。チャンパの美術やも後に役を果たした。 ベトナム美術への中国の影響は、書道、伝統建築に及んでいる。現在、ベトナムのはとても人気になっている。ベトナムで最後の当地王朝である元朝、1802年、頃1945年では、当時美術に新たな関心が寄せられた。アジア各地の宮廷が、ベトナムの当時器を輸入した。19世紀の初頭には、近代美術と、 フランス美術の影響がベトナムに広まった。20世紀の初期には、インドシナ高等美術学校、弦が設立され、ヨーロッパの技法が教えられると、主にハノイやホーチミン市などの大都市で影響を及ぼした。フランスがベトナムを統治していた80年間は、ベトナム人に旅行制限が課され、国の独立戦争が長期に及んだので、ベトナム国外で活動できた。 ベトナム人芸術家は稀だった。裕福な家に生まれた少数の芸術家はフランスに行く機会を得てそこで大部分の仕事を行った。例えばファムタンなどがいる。現代のベトナムの美術家は伝統的な絹や漆などを素材にしてフランスの技法を利用している。そして東洋と西洋の要素を独自に融合させたものを作り上げている。には古い歴史があり。 かつては漢字がチュノムと共に用いられてきた。しかし、現代のベトナム書道の多くは、ローマ字を元にしたクオックグーが代わって使われており、人気を得ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。